近藤、なんでノーステップにしたの？大谷、バントに近い形だからですね。テレビ朝日系タモリステーションが27日、エンゼルス大谷翔平投手の特集番組を放送した。日本ハム時代のチームメイトで WBC でも、同じ代表チームだったソフトバンク近藤健介外野手が番組内で、大谷についてのインタビューに応じた。日本ハム時代は右足を上げてタイミングを取っていた打撃フォームがメジャーで変化。近藤は大谷本人にノーステップ打法に変えた理由を尋ねたという。するとイメージはバントに近い形。バントから逆算しているとの回答が返ってきた。振るよりバントの方が当たるでしょ。究極はバントでホームラン。そのぐらいの動きの小ささにしたいと述べたという。さらに強いスイングをするためにはノーステップ打法というより、バントのように一番まずボールに当たる形から行き着いたとの説明を受けた。それでノーステップ打法になったんか。本当にバントでホームラン打ちたいのかと思った。大谷ならプッシュバントでセンター前ぐらいいけそうやな。これにはリアルニュートさんも苦笑い。結構な宇宙人感あるな。これ理解できるやつおらんやろ。ネトにノーステップを進めたら一瞬で諦められた模様。近藤は理解できるんやろか。大谷と同レベルで会話できる男。バントでホームラン打とうと思ったらものすごい加速度やからな。腕がちぎれるわ。立浪は我やろ。